ゴー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 ゴ
筆箱だって、髪の毛だって、人形だって、スポンジだって、おもちゃだって、教科書だって、パンツだって、エロ本だって、通帳だって、保証書だって、金書だって、印鑑だって、パソコンだって、車だって、金貨だって、代弁だって、ボー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 燃やす。スーパー行って袋を買って家に帰ってゴミ箱に入れて物を入れて口を結んでゴミの日調べて集積所行って袋を置いて収集車が来て袋を積んで工場に運んで袋を下ろして炉に入れてそして最後に火をつけてボー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 中を自分でボロボロ燃やすと違法だから捕まるぞ。だけどゴミの日ゴミを出せば後は勝手に燃してくれる。あーこの便利なボーボーシステムボー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 。あーこの便利なボーボーシステムボー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 。まもなく新札幌、新札幌だ。旅の心へおいでのお客様と地下鉄の大体線が通りました。ボーボーボボー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 。筆箱だって髪の毛だって人形だってスポンジだっておもちゃだって教科書だってパンツだってエロ本だって通帳だって保証書だって金書だって印鑑だってパソコンだって車だって金貨だって代弁だってボー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 って袋を買って家に帰ってゴミ箱に入れて物を入れて口を結んでゴミの日調べて集積所行って袋を置いて収集車が来て袋を積んで工場に運んで袋を下ろして。